ちょっと肌寒い東京競馬場。ダートをかける豪脚はこの寒さをも吹き飛ばします。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。8番ワイドファラオが行く構え、インティー、それからアルクトス、14番オーベルニュ、ほとんど馬体が合っています。1番エアールマスが上がってまいりました。そして6番手にヘリオス、カフェファラオがかわしていきました。外を通って12番ヤマニンアンプリメ、内を通ってスルスルとサクセスエナジーが上がっていきました。外を通りまして10番エアスピネル、それからスマートダンディ、その後ろでやりましょうか。サンライズ5番ソリストサンダー、それからもう1頭15番ミューキャリー、そしてその後ろからレッドルゼル、それから離されまして7番バンダーリーデル。大歓声が上がる東京競馬場、大歓声が上がる東京競馬場。白い帽子インティーが先頭、エアールマス懸命に追うインティー先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。オーベルニュが3番手、外からはアルクトス先頭、竹豊とインティー、アルクトス一気に抜けた、頑張る頑張るアルクトス。3番手にオーベルニュ、カフェファラオが襲いかかる。カフェファラオ先頭に立った、レッドアルデル懸命に追う、並ぶか並ぶか、レッドアルデル先頭、ウメールとカフェファラオ内か外か。サインはもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。この馬は勢いがありますね。1着3番、2着16番、3着9番以上のように確定しました。